リブリ、森リブリ製は中国の写真家、文化大革命時の写真を保存、発表したことで知られる。遼寧省大連に生まれ、山東省の農村で育つ。1963年、長春映画学院を卒業。同年、23歳で国流公省共産党委員会の帰還し、国流交日報に勤め始め、以後19年間勤務することとなる。 中国共産党の意に沿わないような写真を会社の同僚が帰った後に現像を開始したりネガを切り取ったりして保管していた。また、突然他人が部屋に入っても不都合な写真を隠し通せるように新聞に掲載できる大きな写真を近くに置いておき、通常の業務で残業しているように見せかけていた。1966年に文化大革命が起きると、李は、 社内で造反派を組織し、リーダーとなった。それ以降、他の派閥の人間を、毛沢東の思想に忠実でないとして、集会の場で批判することもあった。しかし、個人が吊るし上げにされて、暴力的に批判される様を見て、考えを変えるようになった。1966年8月、ハルビン氏の極楽寺において、多数の僧が民衆に吊るし上げに遭い、 仏像が破壊される様を見て衝撃を受ける。1966年9月、ハルビン氏の人民体育場で当時の国立交渉の象徴だったリハンオが髪型が毛沢東に似ているのは政治的野心を抱いているからだという理由で吊るし上げに合う様子を撮影した。1968年結婚。二条も受ける。この頃、共産党から 革命のイメージを損ねるような写真や記録物の提出を求める通達が出されるようになると、ネガや写真を自宅の床下に隠した。同年12月、新聞社の乗っ取りを企んだという理由で、リモ批判闘争集会にかけられる。その夜、家宅捜索を受けるが、ネガを埋めた場所を遮るように自分が立ち、捜索の目を誤魔化した。1969年、再教育を理由に、 柳川5.7幹部学校に妻と共に送られ、2年間収容される。学校という名がついているものの、実際には強制労働施設だった。1972年、国旅行日報に戻り、写真部の部長となる。1982年、国際政治学院の新聞学部の撮影教研室の主任に就任。2004年5月、保管していたネガをもとに、写真集。 公職新聞兵を出版。2006年6月、日本の NHK が、リブリ製のドキュメンタリー番組、文化大革命40年目の証言を制作。2020年6月23日、脳卒中のためニューヨークにて死去。79歳没。ありがとうございます。